尾代元の戦いは、戦国時代の天文16年古7月から8月に、かけて開始後、武田春信と関東官邸上杉県政信濃国志賀城主、笠原清茂との間で行われた、志賀城をめぐる合戦と工場戦。武田春信は、信濃国作軍に進行し志賀城を包囲した。関東官邸上杉県政は、 滋賀城救援の軍勢を派遣するが、お代元で、甲斐、武田氏軍に迎撃され改装した。救援の望みを失った。滋賀城は落城し、武田信玄は、作軍の制圧を完了する。戦国時代の高信越地方戦国時代の、品野国作軍、小さ型軍には、大石、友野氏、茂野一族、四大一族といった、中小国人領主が割拠していた。 回収後、武田信虎は、駿河国の今川市、信濃国諏訪軍の諏訪市とは僕を結び、天文九年頃から、作軍、小佐方軍への本格的な侵攻を始めた。武田軍は、作軍の諸城を陥れ、前山城に前進拠点を置く。翌道十年春には、諏訪頼重と共に、小佐方軍に兵を進め大井貞高の本拠。 長久保城を陥れ座領とする。武田、諏訪連合軍はさらに進んで、海野市、真田市を駆逐した。だが、同年6月、着難の春信が家臣団と共にクルデターを起こして、信虎を、駿河国へ追放。この事件によって、武田市に屈服していた作軍、小さ型軍の国人衆は離反し始めた。11年に春信は突如兵を起こして、 諏訪軍に侵攻し、諏訪よりを滅ぼした。これに乗じて、大井貞高は、長久保城を奪回武田氏の作軍、小さ型軍の支配力は大きく後退した。同12年9月、諏訪軍を、ほぼ平定した春信は、小さ型軍に出兵して、長久保城を包囲。大井貞高は、も月一族らと共に籠城して、抵抗するが、 足田新守、愛木一兵らが、武田方に内容して落城。大井貞高は捕らえられ、後に切腹させられた。その後、春信は、諏訪市僧侶を望む高藤来次及びこれと結んだ、藤沢市、小笠原氏との戦いのため、上名軍へ兵を向けた。この間に、作軍では、大井貞清が、関東官霊神杉県政の支援を受けて、 国人衆を急合して放棄する。高藤来次を没落させ、藤沢市を下した春信は、土15年5月に再び、作軍に進行。大井貞清が立てこもる内山城を包囲した。武田軍は総攻めを仕掛けて城を落とし、大井貞清は捕らえられた。関東では、これより、先の同年4月、川越城を包囲していた、関東管理課見過県政が、 王女宇治安に惨敗を喫しているが、上野国を中心とする勢力は未だ健在であった。大い一族が壊滅状態になったことで、作軍の大半が武田氏に制圧されたが、志賀城の笠原清主家は抵抗を続けていた。志賀城は、上野国との国境に近く、薄い峠を通じて、関東管領上杉氏からの支援が期待でき、また、笠原氏は、 植杉氏家臣の高田氏と遠籍関係にあり、植杉氏からの援軍として、高田県ライフが、滋賀城に派遣されていた。天文16年ルるう7月、春信は、大井三河守を先手として、甲府を出陣。同月24日に、城の包囲を開始した。翌25日、金堀州が城の水の手を立つことに成功。滋賀城は窮地に陥った。 関東官令か三杉県政は、滋賀城をご詰めするための軍勢の派遣を決める。前年の川越野戦での敗戦で大打撃を受けた、関東官令かだが、以前としてその勢力は大きく、相当な兵力を動員可能だった。なお上杉の政が、重臣長野成政の還元を無視して、倉賀野島十六期を先陣に、家内集計を対象とする西上の州の大軍を、 派遣したというのは、後世に書かれた江戸時代の軍記物、赤八州古戦録にだけ見られる記述である。関東管令軍は、薄い峠を越えて、信濃国へ進軍した。滋賀城を包囲中の春信は、重心の板垣信方、天まり虎安に、別動隊を編成させて、迎撃に向かわせた。8月6日、両軍は、小代原で合戦となり、 板垣、あまり率いる武田軍は、関東関霊軍を、一方的に撃破して、敵将一死五人、兵三千を打ち取る、大勝利を収めた。武田軍は打ち取った、敵兵三千の死給を、志賀城の目前に並べて晒して威嚇。救援の望みが全く絶たれた城兵の士気は大きく、衰えた。8月10日、武田軍は総攻めを仕掛け、外極林 二の車が焼き落とされる。翌十一日、武田軍は残る、本極林を攻め、上主笠原清茂と関東関領からの援軍、高田県来は打ち取られ落城した。武田春信の敵兵への処置は厳しく、捕虜となった上兵は、奴隷労働者とされ、女子供は売り払われた。この時代の合戦では、捕虜は、報酬として将兵に分け与えられ、 金銭で親族に身受けさせることがよく行われたが、この合戦の捕虜の値段は、非常に高額で身受けができず、ほとんどが人買いに売買されたという。笠原清重の夫人は、白攻めで活躍した、軍内衆の小山田信割に与えられ目かけとされた。江戸時代に編纂された、会の国史には悲運に涙にくれた、笠原清重夫人の愛話が残されている。 滋賀城を落とした武田氏は、作軍の制圧を完了し、隣接する小さ型軍に、勢力権を持つ北信濃の名族、村上の力与との交渉に突入する。また、大井貞清の没落はその参加にあった山向こうの、上野国官羅軍の市川氏の武田氏への服属を、もたらし、後年の武田氏の上野進出の布石にもなった。翌天文17年2月。 武田春信は、小さ型軍に進攻して、上田原で、村上の清と戦うが、重心の板垣信方、あまり虎安を失う大敗を喫することになる。黒田元木、天文記の三内上杉氏と武田氏、ISBN978 から4から872947137、初週、黒田。 戦国記山内上杉氏の研究 ISBN 978から4から872947861ありがとうございます。